さまざまな利権、さまざまな業界団体に絡め取られて、もう身動きが取れなくなっている。それは自民党自身がね、分かってるんですよね。去年もデジタル改革っていうのをやってましたが、本当はね、もっともっと頑張ってほしかった。例えば国会で私が高市さんね、高市当時の総務大臣にマイナンバーのフル活用、マイナンバーのフル活用やりましょうよってね、もう何回も何回も質問したらね、とうとう高市総務大臣、それは足立さんの言う通りだ、マイナンバーというのはフル活用をするために導入したんだから、フル活用するのが当たり前、もうマイナンバー法ができてから10年なんだから、マイナンバーのフル活用当たり前だということで、高市総務大臣がやると国会の委員会でそれを明言をしてくださいました。ところがなんと1週間後やっぱりやめますと。その1週間で一体何があったのか、高市さんもやらなあかんって分かってるんですが、やっぱりできない。それはね、やっぱり自民党という政党がそういう政党なんです。自民党という政党がそういう政党、どういう政党か、それは北は北海道から南は沖縄まで、今力を持っている業界、今力を持っている権力者、今お金を持っているお金持ち、そういう全国の豪族たちに絡め取られている、手足を縛られているんですね。だからいくら高市さんが改革をしよう、河野さんが改革をしよう、いろんな人がいろいろやってるけど、結局自民党ではこの成熟した日本の経済社会をもう一度再び成長軌道に戻す、そうした当たり前の政治行政が今の自民党ではできなくなってるんです。自民党でできるんだったらそれでいいんです。しかし自民党にどうしてもできない。だから自民党の心ある人たちはね、心の中で維新もっと頑張れと言ってくれてますよ。私もたくさんの自民党の改革案の友達がいます。友人の政治家がいます。みんなね、もう今の野党にはヘキヘキしてるんです。立憲民主党もうね、永田町でね、何を彼らはやっているか、立憲民主党共産党がやっていることはまさにクレームです。クレーマー政党なんです。クレーマー政治家はもういりません。日本は今戦後始まって以来の大きな危機にあります。戦後最大の危機、国内にあっては少子高齢化の波がとどまるところを知りません。去年子供たちが生まれた数80万人です。このままでは本当に日本は衰退の坂を転げ落ちていく。国内だけではありません。外に目を向ければ中国、北朝鮮、ロシアが核兵器を持って日本海を睨んでいる、日本海を睨んでいる。内憂外患、日本は戦後始まって以来の大きな危機にあるのが今なんですね。自民党では変われない。本当であれば20年前に政権入りをした連立与党公明党がもう少しシャキッとしてればいいんですが、公明党はむしろ今自民党政治をもっと悪くしている。下駄の行き以下であります。自民党の足についている重りのようなもんですよ。だから皆さん、今の政府与党自民党公明党、日本の経済社会を再生することはもうできません。日本の国を守ることはもうできないんです。そこで本来頑張るべきは野党第一党立憲民主党ですが、彼らはね、もう2009年からの3年3ヶ月の間政権を担って、もう嫌だと思ったんです。彼らは準備体操もしないまま突然政権を取ってしまいました。悪夢の3年3ヶ月、国民ももうやめてくれと思いましたが、当事者である立憲、当時の民主党の国会議員たちもね、もう二度と政権は嫌だと思ったんです。もう二度とこんなしんどい仕事は嫌だと思ったんです。だから今の立憲民主党の議員たちはもう嫌だ、そういうことで
去年の9月30日、お母さんありがとうございます。去年の9月30日、とうとうですよ。あの共産党と正式に握手をしてしまったのであります。共産党と握手をした政党は二度と政権を担うことはできません。だから今野党第一党の立憲共産党こそ、今の野党第一党の立憲共産党ほど政府与党自民党から見て御しやすい政党はないんです。こんな楽な政党ありません。だって政権狙ってこないんだから。今はそういう中で政府与党自民党は野党第一党がアホだから、野党第一党がだらしないから、野党第一党がどうしようもないから、今の政権与党自民党は緩みたるみおごり、もうどうしようもありません。お兄さんありがとう。投票権ある？ないです。ぜひちょっと立候補しよう。立候補、ね、またよろしく。ありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。皆さんね、今の政治はそういうことで、長期政権の万年与党自民党と万年野党化してしまった立憲民主党、こんな自民党の国会議員、こんな立憲民主党の国会議員、そして自民党を助けるだけの公明党、そしてまた知事をやった後にまた国会議員になって甘い蜜を吸いたいだけの、そんな人たちを何人国会に送り込んでも何も変わりません。そこで手を振らせていただいている勝田剛一さんは、まさにこうした日本の現状を見て、弁護士であり外資系の企業で高給を取っていた勝田剛さん、金融庁にも勤めていた勝田剛さんからすればね、自分の持てる能力でお金儲けしてれば一番楽なんです。でも勝田剛候補はこのままではダメだ、いくら自分が豊かになっても地域が国が衰退をしてはどうしようもない、そうした思いで今回参院選立ち上がってくれました。でもね、やっぱり日本の国民の皆さん、危機感がないというか足りないというかよくわかんないんだけど、なかなか日本維新の会いいところまで来た、いいところまで来て、あと一歩で勝田剛さん当選できるんですが、もう一度もう一歩のご支援がいるんです。あと2日、明日と明後日、ぜひ皆様の力を勝田剛さんに集めてほしいんですね。勝田剛さんが当選をすれば、私たち日本維新の会がもっともっと力のある政党に成長することができます。今回の参院選はホップ、来年の統一地方選挙ステップ、その次の解散総選挙ジャンプとして、ホップステップジャンプで必ず私たちが野党第一党になります。私たちが野党第一党になれば、直ちに憲法改正の国民投票があります。直ちにやりますよ。だって自民党と日本維新の会は教育無償化、まあ、彼らは無償化と言ってないんだけど、教育、国と地方の関係、地方自治の地方制度、それから憲法9条、緊急事態条項、4つの項目で自民党と日本維新の会はもう一致をしてるんです。日本維新の会がホップ、ステップ、ジャンプで野党第一党になれば、即日直ちに憲法改正の国民投票をやります。そうやって戦後70年余り停滞をしてきた日本の政治、これまで川口の皆さん、埼玉の皆さん、日本の皆さんが見たことがないような新しい政治、だって新しいですよ。財界と労働組合が裏で手を握っている予定調和の55年体制、民主党が再びゲアをした後の新しい55年体制、ずっと続いている慣れ合いの政治、茶番劇、そうした55年体制と揶揄されてきた古い政治がようやく終わる。日本維新の会が野党第一党になるだけで、憲法改正国民投票を直ちにやって、新しい政治、新しい行政を皆さんの前にお示しをしていきます。そうやってさらに力をつけて、必ず自民党政権を押し倒してみせます。ぜひ日本維新の会、勝田剛さんに皆様の力を集めてください。必ず新しい政治、新しい行政作っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。